アトリエシリーズ的な雰囲気を感じるんだよね。わあ、いいな、オープニング。導入って感じの会話。前までは、神頼みだったのかな？かわいい。あら、もう、あらあらあら、神様に気に入られちゃったわ。アニメラフターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのは狼と香辛料、マーシャントミーツザワイズウルフ見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました2024年春アニメということで、狼と香辛料見ていこうと思います。マーシャントでいいんだよね。マーシャントじゃないよね。マーシャントミーツザワイズウルフっていうことで、まあなんかなんだっけ、なんか商人と狼が出会うみたいな感じの話で、まあある種タイトルはリメイクということで、鋼の錬金術師フルメタルアルケミストみたいなもんなんだろうなというふうに思ってるんですけど、まあ3期かと思えばリメイクだった狼と香辛料ということで見ていこうと思います。すごい興味のある作品でした、狼と香辛料は。うん、だいぶ前からね、やっぱりクラシックリアクションシリーズでやりたいなと思っていたけれども、まあなかなかできるタイミングがなかったけど、まあリメイクという頃なのでちょっとこれ追いかけていきたい。まあリメイクでいいんだよね。まだわかんないんだっけ、どうなんだっけ、わかんないですけれどもやっていこうと思います。マーシャントってなんだ、なんかあれだよね、なんか商人とかそういう意味だよね。うん、あ、行商人クラフトローレンスって言ってるわ。うん、まあなんか経済を学ぶ話というか、なんかこの作品を見ると結構経済学べますよみたいな、なんかそういうのも聞いてるくらい、僕はすごいこれは脳みそが忙しくなるアニメって認識してるんですけど、どうなんですかね。印象としてはやっぱりホロが可愛いなっていうとこと、やっぱりその何チークというかさ、なんか本当に勉強になる作品みたいなところがあるので、ちょっと本当になんかそういう情報がいっぱいあるからこそ、名作と言われてるこの狼の香辛料っていうのがどんな作品なのか触れていけるということで、春アニメ楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。海だ。狼？うん。うん。おお。うん。うん。ああ、伝承になったんだ。さて、まあ昔話を語るように、おー、オープニング、いやずっとね興味はあったんだよな。なんか前のアニメとキャストさんも一緒なんだよね。お、なんかね、僕にはなんかアトリエシリーズ的な雰囲気を感じるんだよね。だからすごい興味があった。アトリエシリーズほとんどやったことないんだけど。うーん、狼と行商人、わあ、いいな、オープニング。綺麗。
かわいい。ホロだっけ？わしは堅牢ホロって PV で言ってた。自らを堅牢、賢い狼？ワイズウルフだもんね。収穫祭と狭くなった御社台。行商人。塩か。だから、あ。わお、毛皮。うん。へぇ。まあ、なんか。なんかいいな、導入って感じの会話、語り口とか。京都、唯一神話がめぬ村。別に信じるものがあるからなのかな。それこそ麦穂。クラフト。ヤヌイ。ヤレイか。うん。おお。ん？ホロ。オオカミ？あー、麦が狼ってこと？お？やれ。何？服男的概念？まあそういう行事なんだな。うん。まあ祭るって感じなのかな。なるほどなるほどなるほど、なんとなく分かってきた。まあある種豊穣の祈りみたいなものなのかな。うん。なんか明るい村だね。え？閉じ込める？こういう？で、まあ、捕まえておいて、北条をあれすると。エイレン・ドット。あら。なるほど。そうか、前までは神頼みだったのかな、北条は。けど、一週間。軟禁あれ。ああ。まあ、ああやって、まあ、ある種、なんか、形式的な祈りを。
さ、うまっ。さて、動いてる。動いてるけど、あ、なんかガタって言ってたよね。あ、なるほど。あ、最初から同情してるわけじゃないんだ。あ、知らなかったんだ。なんかガタリガタリ、なんか隠してんのかと思ったわ、毛皮で。こういう出会いなんだ。え、おっと、これはあの参考資料です。え、どういうこと？わお。ガチ狼。わお。なんか人間の体に、ん？何？メキメキと、ん？わお、真っ赤な目で。熊月。ん？ああ、うん？ガタって言ったし、ガタって言った瞬間に入り込んだの？ホロ。うん、狼。ほら、まあ俺がフォローだ、俺がフォローだって言ってたけど、モノカヤ？うん。抜け出したってこと？うん。切った？雪？唯一の剣のフォロー。だいぶ昔の都市？お？寒そう。自由だな。はあ、こういう出会いなんだ。なんか、うん。うん。悪魔月。なんでここに迷い込んだの？そもそも村を出るって言ってたけど。幸運。外傷。
麦があれば。麦で？あ！で、消えた？はあ、なんか、もともと知り合いなのかと思ったわ。堅牢フォロワーここにいるのにな、みたいな流れかと思ったら。あら、出てきた？まあ、そういう体でやってるのか、あくまで。すごいな。すごいな。抜け出しちゃってるけど。へえ。ああ、まあそういうだから、あがめることでってことだもんね、多分。で、本物のフォローがいたわけだ。値段交渉。やり口か、商売の。はいはい。なるほど。へえ、すごくない？ああ、まあでもその、ああ。その言い方はちょっと寂しいね。なんか。ただやっぱり、見えるものが大きくなってくるから、見えないものは信じなくなってくるわけだな。経済活動のなんか、代価にも近いんだろうけど。そのイロハを教えた結果、数字や結果にあれして、工場運ぶホロが割と伝承化してきてるわけだ。でも、そこまで言われちゃ、びっくりした。麦。例外。あ！なるほど、宿ったのか。そういう概念的存在なんだ。それが人の形を成してるっていう形なのね。
確かに尋常じゃない怯えようではあるけど、あら、昔にか、多分。ああ、宿り続けたわけだ。けども、そうか、ホロのおかげじゃなくて農法が確立したからっていうのもあるからか。来た？あ、故郷？で、まあ連れていくって形なのかな。まあホロがいなくても、なんか着てない？かわいい。あ、着替え？かわいい。てかスカートにしてる。かわいすぎる。あ、そうなんだ。折りたたんでる。かわいい。そうね。あら。気に入られたね。まあ、そう。ロレンス。クラフトロレンス、ロレンス。あら、で、あの、冒頭につながるのかな？わお。自分で稼げ。あ、そこで、わあ。いいね。まあそこら辺でイロハを教えていくみたいな形になっていくのか、多分。あら、もう、あらあらあら、神様に気に入られちゃったわ。豊穣の狼に気に入られちゃったわ。まあた、さて、すごいスパイス&ウルフ。まあ、英大がスパイス&ウルフなんだもんね。そうかそうか。まあ、香辛料、まあ、何行商と香辛料って言ったら、まあ、だから何なんて言ったらいいんだろう。なんか昔のあれが流行ってくるよね。なんだっけ、マゼランじゃなくて、マゼランもだっけ。まあ、でもなんか東インド会社とかそんな感じのうんぬんかんぬんの世界史的な出来事がうんぬんかんぬん。まあ、ローレンスはローレンスでなんかいろいろと気になるよね。あそこまで怯えてた理由とか。でもなんか、自分の弱さを知ってる優しい男って感じではあるよね。あー、マジ気になる。超いいわ、この世界観。マジ好き。ここじゃないどこかを感じてとてもいいわ。
あれなんだっけ、コロンブスだっけ、なんか香辛料を売りさばいたのってなんだっけ。世界史にあんまりね明るくないから希望法を回ってインドに香辛料があってみたいな。昔は肉が保存できないから香辛料で臭みを、なんだっけ、なんかそんな感じだよね。なんかわんないけどね。いたずら狼と笑えない冗談第2幕いいね。ちょ、気になりますわ私。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですねこの雰囲気。僕はすごい好きだよこういう雰囲気は。やっぱりたまらないよね。ファンタジックな感じというか、まあどっちかっていうと、まああんまりこういう言い方はなんかふさわしくないというか適してはないと思うんだけど、異世界ではあるよね。異世界的な話で、まあただやっぱりなんだろう、魔物とか出ていくっていうそういう流れではないわけだよね。かなりやっぱりなんだろう、イギリスというかなんていうか、ここではないイギリスとかヨーロッパとかそっちに近い世界のお話っていうような形で、まあいろいろとね、やっぱり昨日の旅とかそういうやっぱりそこら辺に近い世界観ではあるのかなっていう雰囲気ではあるんだけど、そんな中でね、やっぱり経済的なお話になっていくんじゃないかということで、まあ食い節は自分で稼げよってことだから、まあなんかね、転売だったりいろいろ教えていく、んじゃないですかねっていうところで、まあでもこの時代は割と転売が割とメインでやっぱり経済活動は行われていくんじゃないかな。あそこから安く買い付けてあちこちで下ろすっていうところ、まあこれを転売っていうかっていう話ではあるんだけど、まあ価格交渉だったり、まあ仕入れとこの何もうやっぱり販売っていうところとかを教えつつ、まあホロがいろいろと人間の経済を学んでいく流れで、視聴者もああなるほどそういう風な世の中になっていますのねみたいな、そういう感じの流れになっていくんだなっていうところで、まあ意外や意外、出会い方は意外でしたね。なんかあれもう出会ってんのかなって思ったわ正直。あんなに結構ギクシャクした、なんか PV を見る感じだし、なんか PV を見る感じだとね、なんかちょっと仲いいのかなみたいな。さらにオープニングでも結構仲良さそうに二人こうね、なんか旅をしてたから、あーそういう感じなんだ、へえみたいな風に思ってたわけですよ。でもなんか最初は結構びっくりした始まりだったわけですね。だからさ、俺が堅牢ホロだぜ、もうなんかホロだホロだっていう風に言って、あの麦にホロがいるぞみたいな形になってたのも、なんかやっぱりロレンスは知ってたのかなと思ったんだよね。ホロはここにいるのにな、未だにそういう神という伝承がある、そんな街なんだなみたいな、そういうような話なのかなと思ったら、やっぱりそういう概念的神のような存在っていうものがなんとなく信じられていたけれども、やっぱりロレンスが商売を教えたりとかしていく中で、まあどん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 ね、金貨だったりなんだったりね、麦の数だったり、そういう数字的なものが囚われていくに、ね、数字的なものに囚われていくにしろ、どん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 やっぱり神とかそういうなんか非科学的なものというか、あまり目に見えないものが信じられなくなっていく中で、さあさあさあそこでホロと、まあ、ロレンスが出会っていく。ただね、ホロが出会ったロレンスっていうのはやっぱり商売人、行商人だから、やっぱり数字とかそっち、やっぱり目に見えるものでやっぱり生活を立ててる人たちなので、やっぱりそれに出会ってホロはどういう風に変わっていくのかっていうところもそうだし、まあある種ホロが人間を知っていきながら北に帰っていくっていう形なんだろうね。多分冒頭のあのなんかおとぎ話を話そうかやみたいな、そういう流れとかも多分やっぱりもうかなり先の未来の話で、昔にロレンスというね、行商人と出会ってみたいな旅をしたお話をしているみたいな、そういうテイストの感じなんだろうね。いやいいな、でもなんかいいわ、僕はすごい好きだな。ホロのデザインとかめちゃめちゃ綺麗だしね、なんかやっぱりね、過去のやっぱりね、前の狼と香辛料のアニメ見たいなと思って、なんとかねこうキービジュアル的なものを見た時も、あの時のイラストもなんかすごいノスタルジー感じていいなって思うけど、それがまた洗練されててすごい綺麗でいいよね。いやでもなんかやっぱりこういう世界観は好きなんだよね。やっぱりこう見てて癒されるし、なんかやっぱりなんかやっぱ現実を忘れられる感じがあるじゃないですか。でも現実とリンクしてるやっぱりね、情報とかもいっぱいあるだろうから、やっぱりそこでやっぱり現実から逃避しているっていう感覚に浸るみたいな、あっちの世界観を濃く味わうことによって現実逃避ができるという、そういう感じの作品になっていくんですかね。まあまあ、ただね、やっぱり悪魔つきだなんだだったりだとか、ロレンスが過剰に怖がってる理由だとか、いろいろと気になる要素っていうのは残っていますので、まあ次回以降やっぱりこうね、ホロと旅を続けていくに従ってお互いを知っていく、そんな感じの流れの中でいろいろキャラクターの掘り下げが分かっていくといいなということで、今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで、まあとりあえずね、今回は導入ということで、2024年春アニメも楽しんでやっていきましょう。以上、狼と香辛料マーシャントミートウィズ狼と香辛料第1話でした。バイバイ。マーシャントミーツザワイズウルフ。はい。